ミルクサッカーアカデミーの上山でございます。ノーミルク佐藤です。よろしくお願いします。お願いします。さあ先生、今回はサンフレッチェ広島 VS ベガルタ仙台の開幕節、仙台はいかにして同点にすることができたのか。あ、なるほど、これいろんな過激があったというお話を先生ライブ配信の方でも言って、はい、続きは動画でということ、それですね、これは。はい、そういうことでございます、はい。うん、この開幕節では、仙台のセンターバック島表選手が、序盤にですねレッドカードを受けてしまい、はい、その直後に広島が、先制でジュニオールサントス選手のゴールを、叩き込むことができました、はい。その後ただなかなかね仙台はこうやっぱり一人少ない中どうしようどうしようって流れではあったんですが、うん、89分40秒に追いつきました、うん。そこには指揮官手倉森誠、そしてこちら表紙にもしている、うん、関口選手の献身がありましたというところで、はい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 、そこを今回は詳しくお伝えさせていただければと思っています。なるほど、わかりました。何か秘密があったわけですね。はい、はい、わかりました。お願いいたします、はいはい。ではまずはいろいろあるけどスタメンを見ていきましょう。はい、お願いいたします。はい、こちらでございます。はい、出ました。飲んでました。はい、はい。まずは広島の左側、広島のスタメンから見ていきましょう、うん。広島は2020年までのスタイルとは異なり、うん、3バックではなく、なんと4バックを敷いてくるようになりました。はいはいはい、ゴールキーパーには、大迫圭介さん、うん。センターバックには、ディフェンダーですね。ディフェンダーは右から野上さん、荒木さん、佐々木翔さん、そして高卒2年目の東俊輝選手が開幕スタメンを勝ち取りました。うん、ボランチには、いつものお二人、川辺さんと青山さん。で、右には、浅野雄也さんが入りまして。はい。で、左には森島つこさんが入り、なんとトップ下にジュニオール・サントス、うん。はいはいはい。トップじゃなくね。ね、うん、こっちなんだってのはありますね。エラごっついのにね。びっくりしました、ね。トップ下。はい。そして、ワントップには、ビエラさんと、ドーグラス・ビエラさんということになりました。はいはいはい、うん。対する右側から、今度はベガルタ仙台は、ゴールキーパーにエクバさん。クバ、ヤコブス・オービック先生ね。はい、そうなんです、はいはいはい。ただちょっとあまりにも長いので、エクバさんにしました。書きにくいもんね。はいはい。そうなんです。そしてセンターバックには、うん、右のセンターバックにアピ君が入りまして。アピア・タビアさんね。そうです。大卒ルーキーですね。長いからね。そうなんです。うん、そして、シマオさんが入りました。なんか童話みたいだね、この3人がね。いや、ほんとそうなんですよね。いいですね、ポップで。で、右サイドバックにはハッチが入りまして。はい、いや、そっかも書いてるから。ハチスカ・コウジさんでしょ。はい。で、左サイドバックにはここからちゃんと行きます。はい、秋山さんが入りましたと。はい。ボランチには上原選手と吉野選手が入りまして、はい、中盤右からマルティノス、関口、木田という3人。はいはいはい、で、センターフォードに皆川選手が入りましたと。うんうん、吉野恭平選手と皆川祐介選手にとっては、古巣との対戦ということになりましたね。はい。二人とも上福広島経験者でもあったりするので、うんうん、完全に古巣との対戦ということになります。ありましたと、ね、はい。で、上にね、まあ、こんな感じの戦術があったよという形で、まあ、ちらっとも話していこうと思うんですが、うんうんうん、広島は、4バックなんだけど、はい、ちょっと特殊な4バックでした。うん。2バックです。ああ、なるほどね。というか、なんなら、1バックです。はあ、そうですか。どういうことかというと、うん、荒木さんが真ん中にドンといて、うんうんうん、佐々木翔さんがちょっと前、野上さんもちょっと前。で、東俊輝選手の基本ポジションはなんならこういう位置です。はあ、ボランチよりもなんなら前、はあはあ。偽サイドバック的な。みたいなね。はあ、こんなこともやってた。偽すぎるサイドバックみたいな感じですね。そうなんです。はいはいはい。で、ビエイラさんがちょっと左側に出てきて、はあ、ジュニオールサントスさんがこの中からロケット発射、ドーンと相手のサイドバックとセンターバックの間に入り込んでいくような。常につかせないで立てついてくるみたいな。そういうことでございます。で、彼らはじゃあなんでそんなことするかっていうと、はい、実はもともと広島は去年からこのショートカウンターということをやっていて、ね、あとハイプレスですね。うん、はいはいはい、相手から全、ね、高い位置でボール奪ってそのままカウンターで決めようっていうのがありました、はいはいはい、うん。で、それができなければ後ろにみんなで引こうねっていう形ではあるんですけど、うん、基本は前で取っていきました。はいはいはい。ただそれだけじゃなくて、自分たちでボールを回せる瞬間の時は、森島さんが中に入ったりだとかも含めて、うん、もっとみんなでボールを回してこう攻撃的に行こうってことをやってくるような広島になっております。なるほど。で、対する仙台としては、うんうん、基本はやっぱりそうやって圧をかけてくる広島だし、うん、さらにやっぱり怖いこのジュニオールサントスがどれだけ来るかわからないので、はい、ディフェンスはできるだけみんなで後ろで
こうブロックを作って、よし、みんなで守るぞっていうことをやっていましたよ。なるほど。ただ攻撃の時だけはちょっと違っていて、うん、サイドバックの八塚選手や秋山選手がぐーんと前へと上がり、うん、ディフェンダーの芝生選手やアピアタビア選手の間に吉野恭平選手が入り込んで、スリーバックを形成し、うん、ボランチの片方上原選手が真ん中に出てきてみたいな、うん、後ろ3バック、そして次のラインも3人で競っていて、あとは残りの4人で前に行きましょうっていうような戦術をやっておりました。そうでしたか。はいはいはい。で今マーサーがちょうどそうでしたかっておっしゃったのが、うん、まさに実は大正解で、はい、槌も褒めてくれんの最近は。完璧なんですよ。ありがとうございます。なんでだろう。これで行きたかったんだけど、前半の25分、はい、こんなことが起こっちゃいました。うん、あ、そうね。ドンと。はいはいはい。例のシーン。島尾マテさんが、はい、レッドカードを食らってしまいまして、うんうん、先ほど話した通り、このね、ジュニオールサントスさんが、うん、この島尾マテさんと、秋山陽介選手のある意味で間のところにぐんと入り込んできたんですよね。うんうん、このアピアタビア選手がこう、まあ、その前にこうディフェンスで出ていて、それを抜かれてしまったって形でもあったんです、はいはいはい、うん、たまらず島尾さんファールということで、そんだけサントス選手の勢いがあったということですよね。そうなんです。ただね、これ面白いタイミングだったんですよ、マーサーが。はいはいはい。昨年途中から導入された飲水タイム、うん。これによってサッカーは前半と後半っていうよりも、ファーストクォーター、そしてセカンドサードフォースのような4つの局面が出来上がるようになった。はいはいはい。面白くなりましたよね。はい。はい、実はこれ、最初の飲水タイム直後ので。あら。なんかちょっとなんか起こるって言いますもんね、先生ね、よくね。そうなんです。はい。で、この試合、広島の攻撃陣によく起こっていた出来事がありました。はい。ジュニオールサントスさんが、仙台のボランチやディフェンダーを抜くときの抜き方が、ほぼ一個に統一されていたんです。はい、はい。ディフェンダーとこう対峙したら、まあ、では例えばディフェンダーの右を抜く、左を抜くってあるじゃないですか。うんうんうん、体は右、左どっちかだったんですが、サントスさん。はい。ボールはほぼ確実に相手の股を抜いていたんです。すげえ。多分それに対して相手の仙台のディフェンダーたちがちょっと体をぶつけてサントス選手に来るっていうシーンがかなり目立っていたので、うん、おそらくは上福監督からサントスいいぞと、お前のこの抜き方完璧だと、うん、このままやってったら相手のディフェンダーにダメージを与えることができるんじゃないかとか、そんな、おそらくそういう助言とかもあったんじゃないかと思うんですが、まあカード出させる含めてってことでしょ。ですね。はいはいはい。で実際にそれで本当にその形から島尾までさんが倒しちゃったっていうことに起こったんですよね。あ、じゃあこれちょっと策略通りなところもあったんだ。そうなんです。はい。で結局もう、うん、フォーバックのディフェンダー1枚が抜かれてしまった状態なので、早い時間でしたよね。そうなんです。なんで、こんないろんな戦術あるけど、悠長言ってられなくなっちゃいました。そうですよね。もうキャンプでやってきたこと台無しですよね、こうなると。だから、ただ、うん、この直後の誠テグラモリが完璧でした。はい。これ、試合後のインタビューからまさにの発言があるんですが、それは取ってまいったので、ちょっと見てみてください。はい、と、はいはい。こちらでございます。はい。監督インタビューコメントから読み解くと、はい、いわゆる島尾マテがレッドカードになってしまった瞬間、うん、関口選手とかもちらっと呼んだりしてるんですけど、私ちょっと呼んでいいですか。お願いします。いかに追加点を与えねえかというゲームの進め方で、後半にまずチームにはこのゲームは勝ち点1を取れれば同じだ、1点で同点にできながらといって勝ち点3を取りに行ってはダメだ。青森なまり含めてありがとうございます。 ありがとうございます。すいません、そうなんですよ。ちょっと栃木寄りになっちゃってすみませんでした。まあさ、皆さん、はい、仮に一人足りなくなってもですけど、はい、開幕戦って勝ちたくないですか。いや、めちゃめちゃ勝ちたいですよ、それは。だけど、手倉森さんは、うんうん、もう勝ち点差を諦めたんですよ。っていう指示を出したってことですね。そうなんです。はいはいはい。だから、勝ち点1、しかも勝ち点1を取れれば、御の字だ。はいはいはい。って言っておきながら、1点で同点にできたからと言ってっていうことは。これは深いね。だから何をやってでも最終的に1点まで取って同点にはしたいけれども、はいはいはい。それ以上のことは望まないと。1点取る以外のアクションは相手にずっとダメージ与え続けてずっと守るぞってことを、このワンワードで、ワンセンテンスで味方全員に伝えたわけです。どの段階で言ったんですか？負けてる段階で？
これね、おそらくなんですが、はい、2箇所で言ってると思っていて、レッドカードが出た瞬間に関口選手呼んでたので、それで多分みんなに伝えたって思われるのが1個と、はい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 、ハーフタイムのベンチロッカーに下がったところでみんなに伝えたんだと思います。うん、最後に追いついたのが終盤ですから、もしこの後すぐ追いついても、はい、もう1点は取りいかねえぞと。そう。はあ、これは結構、思い切ったと言いますか。思い切った発言ですよね。だけど実際この直後から、いわゆる石川又選手がレッドカード出てから、仙台の根気が1個変わりました。次のシートをご覧ください。はい、はいはい、どんでました。はい。うん。右上のこの戦術をまず見てほしいんですが、はい。オフェンスの戦術がなくなりました。ああ、そうか。なくなっちゃうのか。自分たちがボールを持てるなんてことはほぼ起こらないだろうから。うん、なるほど。カウンターとかサイドアタックはあるだろうけど。はいはいはい。それ以外は特に気にするなと。で、じゃあ何が起こ、まずそれで芝生マテ選手がレッドカードになっちゃったので、うん、何が起こったかというと、本来はボランチにいたはずの吉野選手がセンターバックへとポジションを移しました。はいはい。トップ下にいたはずの関口さんがなんとボランチに移ってきました。はい。もともと先ほどお伝えした通り、ポゼッションというか自分たちが仙台がボールを持っている時には、センターバックの間にこの吉野さんが入ってきて、サイドバックの選手をぐーんと前に押し出すことで攻撃が始まっていたんですけど、はいはいはい。吉野さんが元から後ろにいる状態からしか始められないので、そうですよね。サイドバックの選手も迂闊に前に上げてしまうと、はいはいはい。片方のポジションがガラッと空いちゃうから、もちろんそうですね。もう後ろでブロックを作りましょうってことになってきた。はいはいはい、そうですね。なので前半の残り15分は特に得点決められてからは、うん、ほぼ広島がこの仙台陣内で攻撃するような、なんなら佐々木翔選手と荒木隼人選手以外は広島の皆さんも仙台の陣内にいた状態だった。なるほど、はい、もうその状態から始まりました。うん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 、ただそんな中で手倉森監督と関口栗光選手のここから冒険が始まります、はい、いやここからなんですよね。もう始まります。はいはいはい。いや、だって結構長い時間猛攻をね、マクバス中心にしのぎ続けて、まあ、最後に、なんとか追いついたっていう。だからそこになんか策略があった。はい、お話あったんです。うん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 。関口さん、そして手倉森さんが、ロックオンした相手が一人います、はい。ロックオン、はい。広島の野上選手でした。はい。理由。はい、まあ去年から3バックをやっていて、そして体力もそれこそファイティングスピリッツも素晴らしい選手であるものの、うんうんうん、ある意味今年から右サイドバックになったんですよね。うん、彼がそれこそこんな陣内まで仙台の敵陣までやってきてボール回しに参加してたんですよ。ああ、まあ一人多いし、イケイケだもんね。はい。で、だけど、勝ってるし。野上選手は去年は、陣内からセンターサークルぐらいまでだったところが、ああ、そうなんだ。今年この開幕戦は敵陣ペナルティーエリアから自陣ペナルティーエリアを、もうずっと運動量激しくやってるような日でもありました。なるほど、なるほど。なので、野上選手、まあ、東選手はもともとトップ下、中盤もやりながらのサイドバックだから特にだったんですけど、うんうん、野上選手をおそらくはどっかでけしかけようっていう策略はあったのかと思います。はい、はい。ここが、ここからいろいろ話聞いていただければ、いろいろ分かってくるものが出てきます。はい、はい。続いてのページご覧いただきましょう。はい、こちらです、ドン。はい。はい。ここから今度後半の話になってくるんですが、うん、後半になると仙台は左サイドにいた木田龍馬選手から、ボランチの松下選手を投入することになります。はい。そして、あれ、野上サイドの左に関口選手がやってきました。はい。いわゆる、バトルを繰り返すことに、なります。ほう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 。何回も野上が行く、関口が奪い取る、じゃあ関口が行く、野上が、なんてことが起こり始めるんです。で、もうこっちの関口、野上サイドもバチバチやり合ってるから、広島の上福監督も、これはこっちの広島右サイド側からはいけないぞ、ということになって、今度は左サイドのこの東選手と森島選手のところから広島は攻撃をするようなことを始めました。うん、仙台としてはできればこの野上さんを倒したかったのはあったんだけど、はい、あまりにも後半になってこの森島東が活性化してくるもんだから、うんうんうん、これはなんとかせないかんわと、うん、特に仙台は右サイドのマルティノスさんは守備よりもやっぱこうね、敵陣に入り込んでいく攻撃の強い選手ですから、うん、
これはマルティノス VS 森島東だと、これは分が悪いぞと。なるほど。ということで、ここでもう一つ判断を下します。うん。後半16分、17分、こんなことが起こります。はい。ドンと。ああ、変わった。ええー。関口さんが今度は右に行きます。はあ、4ポジ目って書いてある。そうなんですよ。最初ね、トップ下から始まって、はい、ボランチになって、左に行って、うん、今度は左のピタカゴの右に行ったと。はい、まあ、いろんな事象に合わせて関口さんが動かされてるという。そうなんです。はい、ただその時、うん、関口さんが右に行って、マルティノスさんがカウンター用で前に残り、はい、皆川さんがベンチに下がった後に左サイドには、石原さんが投入する、はいはい。なんでこの石原選手は関口さんがこれまでやっていた野上封じっていうアクションを続けながら、はいはい、手倉森監督は今度ロイ関口やとこの若い森島東を潰しに行ってくれっていう役目を与えました。はいはいはい。四つのポジション試合でやるってあまりにもな話ですよ、ね。そうですね。まあ勢いのある森島東ですけど若さがありますからベテランの味で何とかしてくれみたいなことなのかな。そうなんですよ。はい。で、そうなると、やっぱり、すごい話なのが、うん、関口さんが右やった結果、はい、広島左から攻撃できなくなるんですよ。はぁ。ありえないっすよね。一人でそんな、まあ、もちろん、後ろとのカバーリングとかもあってのことですけど、だから今度やってきたのがこちらなんですと。はい、広島は今度、柏選手を右に持ってきて、はい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 。よし、野上柏で行くぞと。で、その次の瞬間、この仙台は、よし、左サイドの秋山、お前はもう頑張ったから、石原下がれと。すごい。で、大卒ルキー、マセヨ、お前が今度は右に行って、この広島の東森島をやれと。はいはいはい、で、柏が入ってきたから、今度関口柏を頼むと。うわ、もうチェスじゃん、チェス。みたいなことやってくるんですね。で、結局、やっぱり。5ポジ目。ね、この野上選手もずっと前に来たり、はい、あと浅野選手が、トップ下に回ったりだとかもあったんですが、はい、結局はこの右サイドに来ることも多かったんで、はい、この浅野、柏、野上っていうところを仙台はこの左側の選手たちでどうにかしない限り得点生み出せれないだろうなっていうところがあったんで、はいはいはい、関口さんを、うん、持ってきました、はい、だから関口さんこれである意味5ポジ目です、うん、また左に戻ってきてるんですから、ねね、はい、ってことになりました、はい。そして、ここまでが後半のだいたい31分ぐらいなんですが、はい、ここ最後のドラマがこんな後に待っていました。今日のラストのシートでございます。はいはいはい。あのシーンにつながるわけですね、ドン。はい。はい。今までの、あ、これ変わりましたと。はい。広島の交代はここまで攻撃的な交代でしたよね。そうですね。柏選手を入れたりだとか。はいはい。広島が先に点打って、動いて。そう。仙台が対応という形でしたけど。はい。うん、ただ後半の最後になって、うん、ついに、広島は、左サイド、東選手に変えて、センターバックの今津選手を投入したんです。左サイド。はい、はい、はい。これで広島はある意味、今津、佐々木、荒木、野上と、はい。4センターバックみたいなディフェンスターにな、ディフェンスになったんです。はい、はい、はい。ずっと構成できた広島がついに、守勢に回る時間がやってきたんですね、はい。守備でこの1点守り切ってそのまま勝ち切ろうみたいなことですね、はい。そこをチャンスと見た仙台手倉森監督は、センターバック1枚は平岡さんを交代して入れるんですけど、吉野さんがちょっと足をつってしまったのが、はい、センターフォワードにフレッシュな赤崎さんを投入します。ほう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 。そして、はいはい、関口国光さんをちょっと前に出します。うん。ある意味では6ポジション目。うん。なんでこんなことが起こったのか。はい。前半からやってきた野上アタックが、はい。徐々に徐々にあからさまにスピードが落ちてきました。疲れてきた。疲れてきた。はい。そして戻れなくなってきた。なんなら関口さんとのバトルにかなり負け始めてきてしまった。なるほど。で、実際最後。はい、この1分半後、この後半44分なんですけど、いわゆる89分40秒、アディショナルタイム始まる直前です。はい、何が起きたのか。はい、これ得点シーンですよね。そうです、はい。最初、この左サイドのところで、はい、関口野上のマッチアップがあるんですが、はい、関口さんが真ん中にドリブルで切れ込んでいくことになります。そうでした、そうでした。野上さんが、はい、本当だったらこうできるだけ前に入って、中に入らせない動きをしなきゃいけないんですが、はい、もう追いつけなかったんです。うんうんうん、関口さんがずーっとこうドリブルしていくところに、ね、確かにもういけない。はい、
だけど、これまでは止めてきた野上さんが、あれっていう状態だったので、荒、うん、木さんや佐々木翔さん、今津さんなんかみんな前に来るんだけど、はい、真ん中に来るんだけど、そこをずっと関口国光さんだけは、ずっと右サイド側までドリブルで運んでいって、はい、誰もディフェンダーいなくなったところで、シュートをガツンと打っていくことになるんです。だけどその時ももう野上さんはまだ全然戻ってこれる状態じゃなくて、うん、こぼれ球に反応した荒木さんがディフェンダーの間を振り抜けてきて、うん、赤崎さんでしたね、ゴールを決めました。はい、こういうことになりました。要は、うんうん、ずっと野上さんとやり合ってきたことが一番最後の最後に挑んだという形でした。ほうほうほう。関口さんが右なり左なりいろんなところに動いて、相手の攻撃的なポジションの選手をみんなディフェンスで潰しつつ、なるほど、ね、スタミナを全部なくしたところで決め切ったっていうのが千夜の力でしたね。なるほど、それを狙ってた、ほころばせるために関口さんが奔走した。そうですね。関口さんは疲れなかったんですかね。疲れなかったですね、思えばね。これただ思えば、見る若聞いていた、長く聞いていただいている方は分かると思うんですが、はいはい、以前 FC 東京相手にほぼ同じ戦術で小川亮也選手を苦しめて、はあ、仙台が勝ち切った試合だったりだとか、はあ、関口戦術でやってきた試合は何度もあるんです。得意なパターンでもあるんですね。はい、そして、はあ、今年の仙台は、うん、ピンチはチャンスなシーズン。そしてちょっとこれは行き過ぎた推理かもしれませんが、はい、10年前の2011年、うん、広島対仙台というオープニングカードが行われたその年、はい、その開幕カードの1週間後に東日本大震災がありました。うん、その時の開幕ピッチに立っていた選手でもあるんです、関口さんは。なるほど。監督は手倉森さん。そっか。ピンチこそチャンスなシーズンだと思って今年を過ごそう。うんうんうん、ピンチな瞬間がこの試合にはレッドガードもあったけど、諦めたらそこで終わりだと。諦めずにやってったら何かが変わるってことを試合終了まで信じ続けた手倉森さんだったり、ベガルタ仙台のチームメンバーだったり、関口さんだったりがやったアクションが最後の同点弾に結びついたんじゃないのかなと思っております。ああ、そういうことが行われてたという話ですね。そういうことでございます。はい。やっぱあれですね、こういう効果的な選手が一人いて局面を変えるんだっていう、はい、なんかそういう感じですね。まさにそんな試合だったんじゃないかなと思います。なるほど、わかりやすかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。なるほど、もう一回ちょっと見直してみようと思います。よろしくお願いします。はい、画像で見ちゃおうと思います、もう一回。はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ということで、毎節こういうねポイントを先生が解説してくださるということで、ガンバ神戸戦の方も出てますんで、はい、ぜひそっちを見てくださいね。お願いします。ということで、ありがとうございました。ミルクサッカーアカデミーは毎日やっております。ぜひチャンネル登録並びにこのね、動画も高評価、していただける方していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、また聞いてください。井上真でした。ノーミルク佐藤でした。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。